村や在屋富と姫神社は奈良県四季郡田原本町にある神社である。式内大社で旧社格は県社。大和三道の一つ、中津道に面して鎮座している。三頬姫命を主催神とし、大物主名を廃止する。三頬姫命は大国主名の神であり、危機神話では大物主と大国主は同神としている。大物主命は、 大宮神社の祭神であり、その神を祀る当社は、その別宮とされる。創立の年代は不詳である。天武天皇元年の人心の乱の時、村屋神が、大天王子法の大友不寄符に、敵が来るので中津道を防げと信託をした、功績により、深海が授与されたとの記述が、日本書紀にある。深海の授与の記事は、これが書室である。 大和国小税庁や新昇各直府省の記載によると、たびたび朝廷から神風の寄進があった。縁起式神明朝では大こそに列しており、月次、愛かつて、新目の宝兵に預かると記されている。昭和2年に剣者に昇格した。天武天皇城、日本書紀家、講談社学術文庫また、村屋神の祭人も、宿に神移って、今我が社の中の道から軍勢が来る。 それで、社の道を防げと言った、ありがとうございます。